膝がこんな感じになっちゃいましてね。はい、皆さんこんにちは、カオパパです。いつもね、動画をご視聴いただいてありがとうございます。これがカブちゃんで、これは妹のキキちゃんです。はい、というわけでございましてね、今日は部屋の中から、お届けしたいと思います。僕ね、これ今ピンマイクで喋ってるんですけど、あんまりね外の音って入ってこないと思うんですが、窓の外はこんな感じでね、ザーザー降りです。もう6月の3日なんですよ、今日は。もう雨の降り方もね、もう夏の降り方ですよね。今日ね、こういう動画を作ったっていうのも、実を言うと一月ぐらいね山に行けてないんですよ。これ SNS やね、動画のコメントなんかでも、最近行ってないんじゃないとかね、最近お見かけしませんねみたいな、そんなのが結構来てまして、まあまさにその通りなんですよ。ちょっとね、膝がこんな感じになっちゃいましてね、ちょっと汚い足ですけどね、ちょっとお見せしますとこんな感じなんですよ。7年前にね、もう大病で入院して、あの時は2ヶ月ぐらい山に行けなかったんですけど、それ以来ですね、こんな長い間山に行ってないのは。で、一月前はね、何があったかっていうと、ちょうどゴールデンウィークで、約ね6日間の間に3つの山に登ったんですよ。で、一つはね、まだね、もうすごい雪がいっぱいある尾瀬ヶ原ね、これすごかったです。で、その2日後にね、初の丹沢となるね大山に登りました。これ男坂からね、まあ、ずっと登ってたんですけど、もうその時かなりこう膝やばかったんですよ。で、その3日後にね、茨城のジャンダルム、もう最近流行ってますよね。で、あそこにやっぱり行きましてね、ちょっとハードな反時計回りコースで行ったもんですから、その時にね完全に膝ぶっ壊れちゃったような感じで、まあ、それ以降ね、この間もちょっと尾瀬の入り口まで行ったんですけど、まあ、その時もねちょっと思わしくなくて、宇都宮に帰ってきたらね、もう完全にもうやばくなっちゃって、で今に至るというような状況でございます。復帰までね、まあ、大体どれぐらいかかるかっていうと、まあ大体ね、まあ、僕の見立てでは、まあ、10日から2週間ぐらいまでかかるんじゃないかというふうに思います。まあ、その期間ね、ちょっと山登りの動画っていうのはもちろん撮れませんので、今日ねこういったあのご説明の動画を皮切りに、もし皆さんのお役に立てる動画がもしありましたらね、そういったものも撮っていきたいなというふうに思ってます。はい。でね、まあ、今回の動画それで終わりかっていうと、まあそれで終わりだとね、本当に味気ないものになっちゃうんですが、あえてね申し上げますとね、今年僕57になるんですよ。それでね、まあ、僕の動画を見てくださってる方の年齢層って、あの YouTube のねこうアナリティクスっていうね、まあ、中を分析する、まあ、ソフトというか、そういうのがあるんですけど、それを見るとね、まあ、かなり年齢層が高い方がご視聴なさってるんですね。で、その中でね、カブババさんのを見てね山を始めましたっていう方は、だいたい40代から50代の方が多いんですよ。特にね、まあ、60歳になって定年を機にね山を始めましたっていう方とか、あとは子供さんが大きくなってね、まあ、独立されたので夫婦2人でねできる趣味がいいということで、たまたま探したらね、まあ、カオパパさん夫婦で登ってるんでね、で始めてみましたっていう方がもう本当多いんですよ。で、そういった方のね悩み事は、例えば私の体力でいけるかとか、膝痛を抱えてるとかね、腰が痛いとか、いろいろあるんですよ。まあ、そういうふうな、ね、悩みを打ち明けてくれる方と、まあ、ほぼ同じ症状になっちゃったんで、あえてね、まあ、アドバイスってわけじゃないですよ、まあ、昨日今日なったわけですから、アドバイスできるような立場じゃないんですけど、このサポーターのことなんですよ。このサポーターね、もう正直言うとこれね、2年近く前に企業案件でやったサポーターが残ってたんで、あ、そうだ、これがあったんだっていうんでつけてるだけなんですよ。はい、こういうブランドのやつですね。かなりしっかりとした、まあ、値段も結構いい値段のやつだったんですが、かなり売れました。これ真ん中穴が開いてますね。こんな風に穴開いてるんですけど、ここを膝のお皿のね、まあ、中心部に合わせて、ちょっと足この時は伸ばして、で後ろねベルトが3本あるんで、一番太いベルトを上ですね、で下のベルトも、はい、ここにつけます。で上下はね、まあ、要はずり落ちてこないためのベルトなんで、上は若干ですよ、若干きつめで、下はゆるゆるでも大丈夫です。ただ問題はこの真ん中のベルトです。これ真ん中にベルトがあるんですけど、このベルトね、でこのベルトは例えば家の中とかね、まあ、階段上り下りしたり、あとは椅子に座ったり立ったり、まあ、そう頻度が高い場合は、まあ、緩くしときます。
から家の中ではこう緩くつけておきます。でさっきも言ったんですけど、リハビリでね、公園歩いたり、まあ、ちょっとした坂道歩いたりするときは、ここバネの役目をね強化しなくちゃいけないので、この真ん中のこうベルトね、これはかなりきつめにギュッてやります。そうするとね、まあ、かなりこうバネ効果が生まれるんで、むしろね歩いてるときは足が楽になります。そんな感じでね、これ非常にいいなと。こういうものっていうのは本当に必要な人っていうのは、膝が本当に痛い人ですから今回自分がそのような境遇に陥ってね、まあ、つけてみたら本当にこれ良かったというような話でね、今更これの宣伝するわけじゃないですけど、これは非常にいいものだったという話ですね。はい、ということでございましてね、本当にね、ファンの方にはご心配をおかけしまして申し訳ございませんでした。きっちりね、この膝を直してまた山動画に復帰したいと思いますので、またねよろしくお願いしたいと思います。はい、今日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。ありがとうございました。